素晴らしい素晴らしい。はい、ちょっと天気悪くなってきちゃいました。でも雨さえ降らなければ OK です。とりあえず今日の最大のイベントのうち、ここから、ああ降ってきた、ちゃうか。とりあえずここからが今日の最大のイベントになります。オトン類の風車、あー降ってきた、マジかよ、降ってきましたよ。にわか雨であってほしいけどね。もう嫌よマジで。わー、こんな道がいいですね。天に続く道って言ったって、なんかあちこちそんなような道あるんじゃない、これよっぽど違うのかな、天に続く道って。本で見てもね、なかなか伝わってこないよね。なんか天に続いてるなぁとは思うんだけど、感動はそんなにないんだよね。やっぱりね、来なきゃダメね。こんなんでも画像、動画で見るより今見てると結構感動してるんだけどね。こんな気持ちよく走れるところってないよね。北海道はでっかい道だな。本当そうだな、北海道はでっかい道だな。北海道はでっかい道ってかなり昔のコマーシャルのキャッチコピーだったような気がするんだけど、僕小学生とか中学生だから50何年前、もっと前か、あ50年前かぐらいだと思うんだけど、実感するね、来ると。昔はほら北海道はでかいんじゃないぐらいに思ってたけど、いやいや北海道はでっかい道やぞ。これいいわ、これ本当にいいわ。この左右にね、海の景色とそれから山のこれ牧草、牧草っていうか牧場が両方見えるのっていいよね。最高だね。ずーっとこんな景色なんだよね。すごい。遠別富士見、富士見、富士は見えんだろうね。蝦夷富士が見えんのかな。はい、オトン類風車来ましたが、S300 電池が切れちゃったじゃない。もう一度、うん、やり直し。せっかく北海道まで来たから、よしこれで行くぞ。はい、オトン類の風車群に来ました。すごい、これはすごい、すごい、すごいよ。すごい綺麗に整列してるね。もう壮観ですわ、壮観。人の YouTube とかね、それから雑誌とかで見るよりも実物見た方がもう断然いい。素晴らしい素晴らしい。やっぱり北海道違うね。いやー素晴らしい。綺麗に写真を撮れる場所探すのと、とりあえずもう一回往復してくる。綺麗すぎるから。はい、逆から来ました。
マッサとパーキングシェルター、93キロで抜いていかれた。怖い怖い。はい、オトン類を抜けてノシャプス岬に行く道ですが、まあまっすぐやった。ちょっと今カーブになっちゃったけど、ほーらまっすぐ、すごいぞ北海道。もう永遠にまっすぐじゃないこれ。一周してまた北海道に戻れる感じじゃないの。正直制限速度を守りなさいっていう人おるかもしれんけど、中間それは当たり前なんだけど、これ出るな、制限速度超えちゃうよ。これは超えるよ。それをいいとは言わんけど、いいとは言わんけど、これは速度出ちゃうね。はい、ノシャップ岬に来ましたよ。ここかな？あれか。はい、ノシャップ岬行ってきました。それとカラフト食堂行ってきました。あの生ウニ丼を食べたんですけど、丼が小さいんですね。なんだけど私小食なんで、そのぐらいがちょうど良かったです。普通の丼だと食べれないんで。これだ、稚内港北防波堤ドーム。
あ、またいつも使ってるケーブルが2つとも死んだみたい。同時に死ぬか、もう。はい、今日一日苦労した。ほとんど動画が撮れなかったと思うんだけど、2日目3日目は今まで通りちゃんと動画が撮影できそうです。ああ、よかった、本当よかった。もう泣きそうになったもんな、今日。試される大地です。さて、まだまだ本日最大のイベントですが、日本最北端の地層屋岬と、それから白い道ですね、行こうかなと思います。この向こうにカラフトがあるんだよね。うーわ、すごい虫アタック。はい、ものすごいでっかい虫のアタックを食らっちゃいましたんで、ちょっとシールド綺麗にしましたけど、あの山の上にある風車が幻想的じゃん。見えるかな。白い道。